報告を聞こうか。アルケニモン、巫女はどうなった？それは、ですがその、激しい抵抗にあって、取り逃がしたと。敵は私の策にかき乱されていたわ。ガルルモンが巫女を手放したりしなければ。策とやらに手抜かりがあった。それだけのことだろう。作戦をめちゃくちゃにした奴が責任をこっちに押し付けるわけ？子供たちの心を追い詰め、借りやすくしていたのよ。言い訳はいい。ニエを集めるのも確かに我々の使命だ。しかし、我がどのような手を使っても構わぬ。失敗すれば次はない。わかったな？はい、必ずや。あ、ようやく起きたのか。おはよう、たくまん。こんな張り詰めた状況で熟みの。おいおい、ほら。本格的に寝ぼ。普通に学校に行くため。だからこそ今日は。それで眠気覚ましにその辺うろついて。飯の時間までは自由行動だったらいいんじゃねえの。朝ご。うん。
の番だね。力を重ねていけ。敵ではなかった。Thank you.
番だね。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、私の守れる力を。ケルベロモン、行く。誰から私に奪われたいの？私の手番です。続けていかせてもらう。Thank you.
ヤタガラモン。俺には引けぬ理由がある。俺に任せておけ。俺に任せておけ。整った。任せておけ。はっ。私の番ね。もっと守れる力を。ケルベロモン、これならば。相手を見て挑むべきだ。
かの壁画に書かれた姿や名前と、つまり他の獣神たちの敵対した時ただそうだとはいえ、もっと言えば、だがそれでも確かめ教授、ああすまない。それじゃあ、あ、たくま、どうしよう。そうだね、任せておけ。
ごちそうさま。さて、バナナとか持ってって。なに、緊張ほ。バナナはおや決戦で。そうだね、もちろん今までのある戦いになっても。そうよね。ああそうだね。はいはいはい。仕方ないな、僕はアグモン。了解。あれどこい。タクマ、これ地下に向かう教授はこの。もしかしてもう集合。祠の中に入ったら階段、つい中を覗いてしまって。これは、ああこんな新しい、上の階の壁画よりも抽象的な。でもさてな、単に見落としていただけか、それともここ最近の出来事。教授、あ、俺、教授、そういえばさっきの。ん？あ、教授は、が、昨日のガレルモンはやけに教授を気にしていました。私を疑っているのかね。敵。え、あ、違います、ただ気になっ。別に隠し立てをするわけでも、曖昧な記憶で確信が持てないことがいくつもあってね。確信が持てない。いや、ガルルモンと私。今日。そうだ、その記憶の中では怯える私の。それは今と同じように敵としてですか。どうだったか。そう、確かに私は。あのガルルモンは教授に明らかな敵意を向けていました。もしかしたら何かガルル。わからん、それが思い出せれば。さあ、自分で歌ってたじゃない。知っている曲じゃん。知っているはずなんだがな、音楽にはその時々の情景を脳に。私の追いさらばえた脳には。でも年を重ねて忘れ。昔といえば昔のはずだが。どういうことですか。私は幼い頃。え、失うと言っても姉は死んだわけではない。神。その時私も姉と一緒にいたらしいのだが、私は、ま、人は恐ろしい事態に直面すると自己防衛。私はこう思うのだ、この封じ込められた記憶を思い出すためのかすかな手がかり。これは失った記憶の手がか。教授、昨日は。ハルと話し。ハル君と。すみません、昨日団地の部屋で。ああそういうことか。そもそも彼が何者なのかを知りたいのは。わ、どういうこと。何分だいぶ昔のことだ、はっきり。だが彼の姿形は。教授。ん、ああ、いや、すま、若い頃はスラスラと言葉が出てきたものだが。
写真。ハルと教授が話していたあの部気になって持ってきたんですけど、教授のこれなんです。これはハル君とミユキ君。いや教授、あ、すまない、断片的な。これは幼い頃の私と姉だ。え、信じてもらえるかはわからないが、ハル君は幼い頃の私にそっくりなんだ。それにハルというのは幼い頃の私の愛称だ。姉が私をそう呼んでいた。姉？姉の名はミユキ。そうだ、思い出してきた。あの団地は、そしてあの部屋は記憶。私にも何が起きているのか、この記憶が何を示すのか、私は。もう一度。ああ、そうかも。みんなを待って。はい。問題ない。大人の記憶。はい。みんな、お待たせ。ああ、いや、教授も何や。すまなかった。まったく。ごめんごめん。じゃあ。昨日の今日でここに入るのはちっと怖いけど、行きますか。うん。ドラクモン、敵ぜだそうだ。ドラクモン、偵察をつ敵がいるかもってのはわかるけど、警戒ここまで。分かってるって。この修二さんが死んじゃった。さっき、そうね、嫌な気分になるのは当然だからって避けるわけにもいかない。大丈ここまで敵とも会ってないし。ああ、あれ。え？じゃあさ、こんな状況で笑うわけないで。でも、どこを見てるのかし。あんた。こいつ。おいおい。確かに道の先には。あらあら、その子を一方的に。私歩けにもとうとう直接。ちょうどよく残っ。させるか。待て、あれ、お前たちの。おお、あんたたちが私たちのせいに一方的に襲う。このすぐによ、これまでに消えた。そ、いきなり出てこられ。でも私たちは。何なの？もう後がないっていうのに。おしまい。何もか自分の命のため。みんな、今日どんな事情？あの光の時間よ。ドキドキしてきちゃった。たっぷりいた。
僕の番だね。任せておけ。誰から私に奪われたいの？Ha ha!
てめえ。子供は私の狙いがあんたたち。いけない。そうはさせ。教授、素手で敵。私は大丈夫だ。急ごうぜ。ああ。よし、俺の番だ。私が動く。俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？私の番です。よし、俺の番。私が動こう。俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？たっぷり痛めてあげる。私が動く。俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？たっぷりいたぶってあげる。私の手番です。よし、俺の番だ。私が動こう。俺に任せておけ。私の手番です。
私が動く。俺に任せておけ。誰から私に奪われたいの？俺に任せておけ。こんな連携はどうする。相手を見て挑むべきだ。どんなもんだ。大丈夫か、ミユ。ミユ、このまま行けば。今すぐ。だけど残念でした。教授。簡単に捕まるもの。みゆきを抱えたまま天井に張る。なるほど。納得してる場合じゃないよ。なんてことだ。待ってよ、ハル。何？一緒にいれば安全だって。お前たちと一緒にいたって無駄だ。いくら戦いに勝ったって。タクマ君たちは死力を尽くしたんだ。そのよ。偉そうに。お前がいながら、お前はいつだってそうだ。いつだって大事な。私はお前とは違う。ずっとミユキを守ってきた。私はあいつを追いかける。いくらミユキが危ないからって様子。とにかく後を追おう。さ、外には出られそうだけど。タクマ君、気になるのはわかるが。そうだぞ、さっきみたいにいきなり。ああ、あるケニモンが我々を放っておく。ミユキ君、奴らはこの焦りを。つまり、むやみに進んだら。だけど急ぐ。二人なら。なぜだ。先ほどアルケニモンはミユキ君のことをミコと呼び、我々を焦らせるためだけにさらったとも思えん。つまり利用価値がある。そうだ。そしてハル君もミユキ君が無事なら下手な。姉の危機だぞ。姉の。あ、どうした。教授の言う。そこまで冷静な判断ができるかは。確かにあったが、あ、慎重に。せめて、それ、うん、辺りをカメラで見ながら進もう。